あ、日本語の方が好きでした。オーマイゴッド。みんなのもの、チャンネル登録してくれると嬉しいぞ。はい、どうも、ニキルです。今日は、ミセス・グリーン・アップルのプレゼントの日本語バージョン、日本語版をリアクションしていきます。多分皆さんは英語版もありますので、もし聞いてない方は、下リンクを載せますので、ぜひ聞いてください。いや、今日は日本語バージョンでいきましょう。あとは、いや、私の友達もですね、日本語曲のリアクションをやっていますので、ぜひ彼のチャンネルもチェックして、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録のそのリンクを下記事中に載せますので、ぜひチェックしてくださいね。わお。あ、この椅子がいいね。このフリーブロー、めっちゃ全力を超えて歌ってるのですごい。あ、このボーカルの人かっこいいよ、マジ。なんかリズムはね、全部英語と日本語全く一緒ですけど、聞くのはめっちゃ楽しい。なんていう、 You are too much attached。 This is masterpiece。 英語も日本語も最高すぎ。この方いいな。僕はね、英語技もすでに聞きましたのでね、今日は日本語バージョンだけはリアクションしていきたいですね。多分皆さんも英語バージョンはもう聞いてるかな。この車もかっこいいよ、ほんと。このサビの声マジすごいよ。外国人ですので、その英語版はね、しっくりいきますので、でもこの日本語版もすごい、本当にね、めっちゃハマったので、I love both。これはね、心からの声ですので、悲しい、辛い、I can feel the pain。最近ミセス・グリーン・アップルの曲はすぐハマってるですので、クイーン、これはマジなんかコンポジションはすごい、マジそのリズムが好き。なんか英語と日本語どっちもですね、本当にインプレッシブ、最高だ。外国人方はね、この日本語版はちょっと違う音かもしれないですけど、I don't care, both are awesome。 どっちも最高すぎです、本当に。あー、なんかピンク、合ってるね。多分これはこの曲のビューティーですね。これだけで聴くのめっちゃリラックス。悲しいデートけど、歌詞でプレゼントしてすごい。あ、この車のシーンがいいね、好き。本当にミュージック、ミュージックは同じですけど、コンポジションは最高。I loved it, man. Amazing. なんか英語はね、もう聞きすぎでしたよ、本当に。だからこの日本語バージョン聞いてる時はすごい英語ね、なんていう、頭で英語歌って、耳で今日本語を聞いてるみたいですね。もうすぐハマったので、その英語バージョンですね。なんか日本語バージョンはね、違う感じで、日本語の方が好きでした。オーマイゴッド。英語がね、英語より日本語がめっちゃ好きで、最近日本語の方がハマってるので、わあ、ミセス、これからねこの曲もプレイリストに追加してを楽しみに聞きます。Oh my god, Mrs. Green Apple から素敵なプレゼント。ありがとう。はい、皆さんどうでしたかね。
僕はね、あの英語版は聞きすぎてしたので、この日本語も聞いた時ね、あのなんか英語聞いてる感じたので、でもね、あの日本語の方がちょっと違う感じで、ちょっと日本語の方が好き。まあ日本語聞くと僕の日本語もちょっとね、あの勉強になるから。 Yeah, this is masterpiece. 皆さんどうでしたかね。 I love it too much. 皆さん、もしあのこのリアクションをなった方はぜひチャンネル登録とグッドシェア全部お願いしますね。また会いましょうね。バイバイ。 Stay safe. Stay at home. Goodbye.